フラインガイザーは、アメリカ合衆国のネバダ州にある間欠泉である。州北部のブラックロック砂漠の中のフライ牧場に位置する。1916年、砂漠内の一部の土地を農地にするために、井戸の掘削作業が行われている時に、間欠泉が偶発的に発見される。この時に掘り当てられた熱水は、摂氏93度の温度であり、灌えに用いる水には適さないため、 完血線はそのまま放っておかれ、やがて3メートルほどの厚さを持つ炭酸カルシウムの塩水体が形作られた。1964年、地熱エネルギーの開発を行う会社が、宿水の掘削作業を行った。この時に掘り当てられた熱水も摂氏93度の温度であり、同社が必要とする温度ではなかったため、井戸は埋め戻された。しかしながら、封印した部分が、 水圧に耐えかねて水が空中に噴出した。この二つ目の間欠泉がフライガイザーであり、一つ目の間欠泉から数十メートル北へ行ったところにあり、一つ目の間欠泉から水圧を奪っている。やがて水中に含有される鉱物が砂漠の表面で固化、堆積し、塩水帯が形作られ大きくなっていった。噴出口はいくつもあり、群が 壇上の盛り山を形成している。塩水大群は炭酸カルシウムでできている。塩水大群が黄色や緑色、赤色やオレンジ色など多彩な色調を見せているのは間欠線が高熱性の層類で覆われているためである。ガーラックからは修道34号線で北へおよそ 32km ほど行ったところにある。フラインガイザーは 修道34号線からおよそ480メートルのところに位置しており、その一帯は私有地になっているが、間欠線は修道34号線のそばから望むことができる。ありがとうございます。